港内雲州平田駅は、島根県出雲市平田町に位置する、市畑電車北松江線の駅。市畑電車の本社所在地でもある。駅番号は9。2010年5月29日公開の小築映画、レールウェイズ49歳で電車の運転士になった、男の物語の主要な舞台となった駅の一つ。駅ホームや車両区内で、ロケが行われていた。市端電車の駅では、 唯一会社の直営駅である。運転指令室や列車区、車両区などの運転関係の各部署に加え、駅舎2階には市畑電車の本社が置かれており、早朝には当駅始発列車、夜間には当駅止めの列車が設定されている。一時期平田市駅と名乗っていたが、2005年3月22日に平田市が出雲市との新設合併により廃止されたことから、 同日に開業時の駅名である運州平田駅に戻された。平田市街地の観光、地域の活性化や電車利用促進を図って2011年10月22日より途中下車可能駅となった。これは市場宅地駅に次いで2駅目となる。短式、島式ホーム2面3線を有する地上駅。市場田電車の車庫に隣接している。通常は、 上下列車とも駅舎寄りの1番乗り場を使用し、列車交換を行う場合は、上り列車が2番乗り場に入線する。3番乗り場は、上下列車ともに、車両交換時の乗り場として使用されている。各年度の1日平均の利用者数は、以下の通り。市畑電車公式サイト10月22日分の、お知らせ島根県統計所統計で見る、出雲2019統計で見る。 出雲2020国土数値、情報駅別乗降客数データ国土交通省、2021年7月11日閲覧、寺田雄一、日本のローカル施設2000、猫パブリッシング、2000年、270ページ、ISBN4 から873662079、ありがとうございます。